さらな世界へと解き放つそのきらめき夢見がち熱がしたかない。TM レボリューション西川貴教さんのマスコットキャラクターのタボくん。タボくん、どうでしょう、西川さん似てますか？似てる。似てるなんて声ね、聞こえてきましたけど、ありがとうございます。タボくんは西川さんが毎年9月滋賀県の琵琶湖岸で開催している大型野外音楽イベント稲妻ロックフェスの公式キャラクターを務めています。滋賀県のいいところ、そして稲妻ロックフェスをたくさんの方に知ってもらおうと、タボくん地道に頑張っていますよ。ぜひ応援してくださいね。お次は向かって左側のキャラクターです。愛知県稲沢市のマスコットキャラクター、イナッピー。アレーナターンが決まりましたね。さあ、イナッピーの頭を見てみてください。こちら稲沢市特産の足束と植木、そして体全体はイチョウの黄色、鉢巻きとふんどしは神宮裸祭りをイメージして作られた元気な祭りっ子キャラです。なんかね、見た目がタケノコみたいなんで、いつもタケノコのキャラクターと間違われちゃうんだよね。イナッピーなんか怒っちゃいましたけれども、違うんです違うんです、皆さんのいいとこ取りのキャラクターですからね。皆さんお間違いのないようにお願いします。タボくんとイナッピーは稲妻ロックフェスをきっかけに踊るキャラクターユニット、タボくんバンドを結成して、西川さんのライブステージでも活躍中です。得意のダンスで楽しんでいただきながら、全国各地でそれぞれのご当地の PR を頑張っていますよ。ところでね、いきなり暴れてたけど、イナッピーイナッピー、今日ね、ここどこだか分かってる？イナッピー、うーんとはい、思い出してください。ちゃんと看板にもバーンって書いてありますけれども、そうです、今日はね、ここ名古屋港シートレイランドにね、遊びに来てますけれども、今日はシートレイランドの、そうそう、お友達に誘われてきたんだよね。というわけで、まずはそのお友達を紹介しなきゃね。それではお友達紹介しましょう。名古屋港シートレイランドのシートン君です。拍手。さあ、シートン君、ゆっくりと真ん中に進んできてくれましたけれども、こんなね、可愛らしいシートン君、シートレインランドの楽しさや港の美しさをみんなに知ってもらうために生まれました。シートン君はお散歩したり、みんなと遊んだりするのが大好きなんですよ。皆さんね、ぜひね、シートン君に会ったら声かけてあげてください。
シートン君は手をパタパタさせて喜ぶんだよね。シートン君動いてます、可愛いですね。そんなシートン君なんですけれども、ブログも書いてるんですよ。シートン君って検索すると出てきますので、ぜひ見てあげてくださいね。シートン君の情報や、それからシートレインランドの情報をね、シートン君が更新してるんだよね。シートン君、はい、頑張って書いてるブログですからね、皆さんチェックしてみてください。さあ、そんな紹介が終わったところで、タボ君、もう紹介聞いてないでもう踊ってますけれどもね、もう踊りたくてうずうずしてるようですので、またダンスをやってもらおうかなね。やっぱ今日は踊りたいでしょ、あれを。そうそう、今日はね、あの皆さんね、たくさんお客さんもいらっしゃってるので、ぜひイナッピーのあのダンスを披露したいと、今日はイナッピー仕込んできてるんだよね。はい、というわけで今日は次イナッピーのテーマソング、イナッピー音頭をみんなと踊りたいそうです。いいですか、シートン君やここにいるお友達も踊れるダンスですのでね、一緒に踊りたいと思うんですけども、一緒に踊ってくれたみんなにはプレゼントあげるの。イナッピー、なんかあの一緒に踊ってくれそうな大きいお友達ばかりですけど大丈夫ですか。はい、じゃあね、ということでみんなで踊れるように今から簡単にダンスの練習をしたいと思うんですけど、どうしようかな。じゃあみんな真似してもらおうかなね。どうします。でイナピー中心に、はい、あなたやりなさいよって顔で見られてますけど、知ってます、イナピー音頭って。あの簡単で振りは同じのずっと繰り返しなんですね。皆さん踊れますよね。じゃんじゃん、え、私の歌でやるの。でん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 、右左でてでてんてで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 ん。次はキャラのみんなとゲームをしたいと思います。次はじゃんけんゲームです。じゃんけんで勝ち抜いた方にはプレゼントを差し上げちゃいますよ。いいですか、じゃんけんに勝ち抜いてゲットしていただきたいと思います。いいですか、キャラのみんなはじゃんけんをジェスチャーでしますからね。じゃあどうやってやるのか見てもらいましょう。いいですか、じゃあまずじゃんけんグーはどうやるのかな。いくよ、せーの、じゃんけんグー。それぞれもうみんなバラバラですから、よく覚えててください。イナッピーグーはグー、グーは下向きなのかな。シートン君は、なんか右腕上がってますけど、これグーでよろしいですか。はい、じゃあ次いきますよ、じゃんけんチョキは、せーの、じゃんけんチョキ。シートン君ほとんど動きが見られません。チョキチョキチョキ、どうすんのかな。あ、なんかかろうじて両手を上げてますけど、あれで果たしてパーの時どうするんでしょうか。さあ、じゃあ次いきますよ、パーです。せーの、じゃんけんパー。あ、ちょっとジャンプしてます、軽くジャンプしましたよ、シートン君。はい、じゃあ今のですね、覚えました、いいですか、じゃんけんグーグーチョキチョキパーパー。うん、なんだかよくわかるような感じになった。こんな感じでね、じゃんけんゲームいきますので、いいですか。それではじゃんけん大会に参加したい人、手を挙げて。はい、じゃあそのまま立ってください、いいですか。いいですか、勝ち抜き戦ですからね。あいこと負けになったら座ってください、いいですか。あいこと負けは座りますよ。それではじゃんけん大会、誰くんかな、タボくんか行こうかな。はい、タボくん、はい、行きます。それではタボくんとじゃんけん、せーの、じゃんけんポーン。それ何ですか、タボくん、何これ、チョキ、グーグー、それになったのね。はい、じゃあパーの人だけ残り、あと座ってください。パー以外の人座りますよ。あ、だいぶ減りました。ここからまたさらに減らしたいと思います。じゃあ次イナッピーいきます。今勝ち残った人だけイナッピーとじゃんけんいきますよ、せーの、じゃんけんぽい。さあイナッピーチョキですから、グーの人だけ勝ちです。さあ今グーで勝った人だけ前出てきてください。さあグーで勝ち残った人何人かな、1、2、3、4、5人、5人全員あげちゃう。さらにシートン君にも勝ち進んでいただきたい。さあじゃあこの5人の人をシートン君に勝ってください。いきますよ、せーの、じゃんけんぽい。シートン君、それは何かな。あ、パーだ、パージャンプしたから、だからチョキの勝ち。お、なんと4人勝ちました。はい、おめでとうございます。勝ち抜いた4人にはしおりかクリアファイルを選んでいただきたいと思います。
さあ最後まで勝ち残ったのに惜しいところで負けてしまいましたけども、もう一回いきましょうかね。再チャレンジいきますよ。いいですか。じゃあもう一回戦だけやります。はい、それでは参加する人手挙げて、そのまま起立。はい、いきます。じゃんけん大会、今度シートン君からいきますよ。シートン君とじゃんけんです。さあ行きましょう。それではじゃんけん、せーの、じゃんけんぽい。シートン君ゆっくり手挙げたけど、それはグー。シートン君グーでいいですか。いいみたいです。グーだからパーの人だけ。さあパー以外の人座ってください。結構残ってますね。パー以外の人座ってくださいよ。さあ今勝ったパーの方、続けてじゃあタモ君といきましょう。パーの人だけタモ君とじゃんけんいきます。せーの、じゃんけんぽい。これなんだっけ、チョッキだからグーの人、さらにグーの人の勝ちです。さあ今グー出した人前へ出てきてください。勝ち残った方前へ出てください。いいですか。さあ決勝戦いきますよ。今グーで勝ち残った人だけいきます。さあいきます。じゃあイナッピーの最後じゃんけん、せーの、じゃんけんぽい。あれ、イナッピーなんか多少フライングでしたけど、さあパーですからチョキ。さあ勝った人、最後もチョキ出せた人いますか。はい、いらっしゃいました。一人。はい、どうぞ。おめでとうございます。しおりかクリアファイル差し上げます。さあもう暑さで皆さんだれきってますけれども大丈夫ですか。はい、はい、おめでとうございます。まだ勝った人いた、大丈夫ですか。はい、それではじゃんけんゲームは以上です。じゃあね、暑いんでそろそろラストのパフォーマンスいきたいと思います。タボくんバンドは見に来てくださったみんなで作るものという思いから、ラストはいつも皆さんのリクエストでパフォーマンスを決めています。今日もね、何曲か用意してきました。1曲目は Preserve the Roses、 2曲目は We Are、 3番目 Jump、 4番目突き破れる、5番目 Thread of Fate。 というわけでね、西川くんの名曲を揃えてみたんですが、わからない人には全くわかりません。さあ、今ね言った曲の中から聞きたい、リクエストしたい曲に大きな拍手をしてください。いいですか。拍手の大きさで決めたいと思います。もう一回曲名言いますよ。 Preserve the Roses、 We Are、 Jump、 突き破れる、 Thread of Fate。 さあ見たい曲決まりました。シートン君も参加してくれるかな、ここ一緒に応援してくれる。はい、シートン君は応援してくれるそうですよ。はい、じゃあいきますよ。いいですか。プリザーブドローゼズ見たい人拍手。はい、4名様ありがとうございます。目で確認できます。じゃあ次いきましょう。ウィーハー。はい、誰もいませんね。ジャンプ。はい、2名様。突き破れる。お、あれ、2名様ですけど音が大きい。スレッドオブフェイト。これはプリザーブドローゼズかなね。はい、じゃあプリザーブドローゼズでいきたいと思います。じゃあシートン君ね、ちょっと一緒に脇の方から応援しててもらおうかな。はい、いいかな。はーい、それではあれ、シートン君誘導されてます。ちょっとステージから降りたくないのって言ってますけれども。さあそれでは参りましょう。プリザーブドンローゼズです。ミュージックスタート。短い胸は重ねて愛をしてゆく花の偽りが進んだり、閉じ込めた命の光と闇の、 どうしようもないんだ、 いざる。
稲妻ロックフェスでは毎年ご当地キャラたちが大集合するイベントも行っています。稲妻ロックフェス、皆さんご存知でしょうか？聞いたことあるよって方どれくらいいらっしゃいます？はい、真ん中のお客さんね、熱く熱くありがとうございます。琵琶湖の水を守ろうテーマに2009年から毎年開催しているこの稲妻ロックフェス、今年で早くも7回目の開催を迎えます。今日は意外と知られていない稲妻ロックフェスのミニ情報を一つご紹介したいと思います。稲妻ロックフェスではアーティストたちの熱いライブが繰り広げられる有料エリアの他にも、無料でご覧いただけるフリーエリアというものが広く設けられているんです。このチケットなしでも遊べるフリーエリアでは、ブレイク直前のアーティストのライブですとか、タボコやイナッピーが大活躍するご当地キャラクターのイベント、そして美味しい滋賀の恵みを味わっていただけるフードコートや人気のオフィシャルグッズ販売など、こちら全てがなんと無料エリア内でお楽しみいただけるんです。さあ、そんな稲妻ロックフェス、気になる今年の開催日は9月の19日の土曜日、20日の日曜日に琵琶湖博物館のお隣、烏丸半島芝生広場で盛大に開催されます。出演アーティストも続々発表されております。まずは TM レボリューション、そして Uber ワールド、 NMB48、 コーダー組、フィアー&ロージングインラスベガス、桃色クローバー Z、 アレキサンドロス、 AKB48、 キューソネコカミ、超特急が発表されています。詳しい情報は今後もどんどんオフィシャルサイトで発信されますので、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。さあ、そしてね、この後このステージ終了後にはシートン君、カボ君バンドとの記念撮影会を行います。一緒に写真を撮りたい方は少々このままお待ちください。さあ、それではキャラのみんな、一旦ここで最後にまでステージを見てくださった皆さんにご挨拶しましょうね。いいですか？ありがとうございました。名古屋港シートレインランドのシートン君と、滋賀ふるさと観光大使のカボ君、愛知県稲沢市のイナッピーでした。ありがとうございました。さあ、じゃあ一緒にね、写真を